ボインネじゃないか。のりこさん。本当逃走だね。なんか本当逃走だな。あの、もしもし。あら、100メートル3秒しかかかんないよ。あ、もしもし。もしもし。あ、のりこちゃん。はい。この前電話どうもありがとうございました。あ、こんばんは。こんばんは。今なんか忘年会やってるんだって。はい、クリスマスパーティーをやってるんです。あ、クリスマスパーティーって言わなきゃいけないね。はい。だ、忘年会って書いてあるんだもん、ここに。え、万太郎ってのを実際に見てどんな感じがしましたか？そうですね、かっこいいです。嘘？本当です。ナイフ突きつけてんじゃないか、あいつ。どんな盛り上がり方してんの、今？そうですね、まだちょっと前に始まったばっかりなんですけども、うん、まあ、スタッフの方はいっぱいお酒を飲んで盛り上がってます。あら、普通そういうとこに行くときにはさ、はい、みんなお土産持ってくんだけど、万太郎はちゃんと持ってったかな？あのですね、うん、買い置きいただいたんですよ。あら、あの、あんこっていうか、とても好物なんですよ。あんこが好物なの？あら、ほんと、よかったね。今いただきました、美味しかったです。あれはね、四ツ谷の名物なんで、はい、一応。あ、そう。たい焼きが、はい、うん。今日はですね、それで、うん、まあ、25日なんですけども、うん、あの、アルバムもミニアルバムも発売して、うん、まあ、クリスマスということですごく、ハッピーな日というか。ハッピーだね。はい。これからきっとスタッフからさ、とんでもねえプレゼントがあったりするんじゃないの、リコちゃんに。はい、ねえ、はい、ダイヤモンドの詰め合わせだと思ったら腰抜かしちゃうよな、そんなことされちゃったらな、はい、じゃあのりこちゃんさ、はい、もしよかったら忘年会早めに終わったらさ、はい、四ツ谷の方に美味しいラーメン屋さんがあるんだけど、ね、本当ですか、うん、はい、食べにおいでがてらさ、はい、文化放送に近づいてみない？そうですね、うん、じゃあ今そうですね、ラーメンまだ食事してないんで、うん、はい、忘年会終わったからいいからね、はい、うん、じゃあさりげなく、それといいですか、一つ、うん、いいよ、さりげなく待ってるから。あのですね、一、うん、つもう一個あの宣伝していいですか？あ、まあ、どんどん宣伝ぐらい。12月26日明日なんですけども、うん、あの1時から池袋サンシャインシティの噴水広場で、うん、あのですね、あ、イベントを行うんですよ、うん、だからみんな皆さんぜひ来ていただけたらなぁなんて思うんですけど、あそこは結構ですね、いろんなイベントお世話になる人でね、はい、僕なんかもよく司会をさせていただいたりして、おなじみの場所でございますが、あ、本当、はい、じゃあのりこちゃん実際明日はじゃあ噴水広場の方で会えるんだ、はい、ね、うん、じゃあそんなこと言いながらですね、はい、とりあえずこっちのスタジオの方ではのりこちゃんの曲かけてるから、はい、ね、忘年会終わったらなんとなく四ツ谷の方に近づいてみて、はい、はい、じゃあ万太郎ちゃんと道案内してもらってね。はい、竹内さん、何、本当に明日来てくださいってことで、うん、でラジオを聞いてきたって言ったら、あの小川のりこさんどうもありがとうございましたって言うか言わないか分かんない、うん、それ人間の礼儀だよ、それは。26日、明日ですよ、明日、のりこちゃんの曲かかってきたから、もうすっごい可愛いです、涙を束ねて聞いてもらいましょう。ちゃんがですね、クリスマスパーティーにお邪魔した小川のりこちゃんの涙を束ねて聞いていただきました。こんばんは。ね、かわいい。かわいいね。なんでちゃいたいね。俺ね、真夏少女見たもん。見たの？見たもん。さっき少女がさ、この子演技が上手いんだよって言ったんだよね。そうだ、好きで見てるんですよ。あ、本当。ドラマね。ね、かわいい。森口博子、さっきさ、のりこちゃんのほっぺた触って。そう、つるつるだって。え、俺だって触ってみたいと思うじゃん。お前がガサガサみたいだね。違う、私は普通だけど、もっとつるつるって感じ。ね、うん。私が食べちゃいたいって感じ。あ、俺だって食いたいよ。食いたいと思ったよ。のりこちゃん、どうこの雰囲気は。え、いや、なんかいじめられてるみたいでしょ。いや、だまされる。いいんだ、はっきり言って。じゃあみんなで耳下ごうが聞こえない。うん、言ってせーの。そうすれば言えるでしょ。せーの。え、かわいい。
可愛いよな。可愛いらしいね、でもね。なんか俺たちが可愛い可愛いって言ってるだけで終わってしまいそうだみたいな。まあ、遊びがてらに来てるんだからね。はい、うん、まあ、一緒に休んでってね。はい、さて、そこでですね、話はガラッと変わりまして、症状体です。はい。